メインアリーナ、大田区総合体育館は、東京都大田区にある屋内スポーツ施設である。施設は、大田区が所有し、住友不動産、エスフォルタ NTT ファシリティーズグループが、指定管理者として、運営管理を行っている。2008年3月に老朽化により閉鎖、取り壊された大田区体育館の跡地に2009年6月より建設され、 2012年3月に竣工した。総事業費は基本計画策定時に50億円の予定であったが、地下フロアを設定した影響により71億円に増加した。なお、建築にあたっては敷地面積の関係より、もともと敷地内にあった東蒲田公園を敷地東側へ移設して、体育館と周辺の建造物との距離を取ったほか、低層住宅が密集している。 周辺環境を考慮し、体育館全体の高さを低くするためにあり、なお、地下に配置した経緯を有する設置目的として、区民が生涯を通じて、スポーツに親しむことにより、健康で豊かな人生を楽しむことができる社会の実現に寄与することを目的とする。なお、大田区は、見る、スポーツと、する、スポーツを基本コンセプトとしているが、見るでは各スポーツのプロリーグや国際試合、 全日本レベルの大会を誘致して観戦すること、するでは区民が利用することを掲げている。格闘技の会場として、プロレス工業やボクシング世界戦で、たびたび利用されている。また、JPBL 所属の、アースフレンズ東京 Z 及び W リーグ所属の、東京羽田ビッキーズが、ホームコートとして利用している。利用時間は9時から21時である。ありがとうございます。